アマンガスあるあるなんだよ、びっくりした。人外びっくりした、言いがち。し、しししし、しんたん。しんたん。ミサイルしよう。先端ミサイル。出撃。ない、ないぼう。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 素晴らしい。優勝。待ってこう。いやー、初手ダウンロードできました。ありがとうございました。お、どうしたどうした、営業か。優勝。あおり、ね、りか。インポスターに煽ってます。お、あ、誰るぞ。なんだと、やんのか。透けちゃった。僕ニロです。すいません。じゃあなんでみんなみんなメイヤーだ。ーメイヤーが入れてます。僕がメイヤーが入れてる。お前が入れたんか。ちょっと過剰反応やな。あ、私入れました。もしも僕たちが必要な時はどこへでも呼んでくれ、また誰かが、違う、混ざってる。ゴーキャンセロー、仮面ライダーアギトだ。それは紫茶色。びっくりした今。素晴らしい。ナイスです。マジカルさん人外だな。え、なんでなんでなんで？対人外。なんで？なんとなく。誰ですか？今多分キルキルに手がかかってます。絶対となんとなく繋がらんのよ。キュン！いや、人外はね、びっくりしたって言いがち。お、アモンガスあるある。今。いや、このボタンマジでナイスです。キルも怒ってないし、下に。お前、お前。ナイスボタン。お前さ、俺とお前が繋がってるみたいになるから、ちょっとやめろ、それ。って言いながら、南に入ってる理由は何ですか？何ですか？何ですか？うるせえ。怖いぞ。僕も言っちゃうの、殺されるかと思った、みたいな。人外。人外。殺されると思った、びっくりした、言いがち。オレンジ、青、黄緑、白。オレンジ、青、黄緑、白。絶対マシカリさん人外。んーなって言うんだよ。かな。あ、もう朝あるあるだよ、俺。ケタ。あら、ドアビビビ！全員見たわ。ガチ。停電勝ちあったね。あ、勝ちちゃいました。阿部です。証拠で。はい。2秒前にタイタル見たら全員死んでました。今回俺じゃないんだよな、阿部ちゃん。ごめんな。いや、全然大丈夫です。次行きましょう。すいません。はい。ごめん、もう一回直してくれた阿部リーさんだっけ。阿部が証拠しないかな。で、私が、推理で怪しい人以外は、はい、推理じゃないからね。直前すれ違ったぞ、どっかで。シャワーだっけな。シャワーでいたぞ。はい、多分合ってますね。僕がシャワー上で助けてるときに、下側にスナッパ、あ、じゃあ、スナッパイさん、マシャカリさん、カメタさんが降りてったかな。降りてないよ。順番ちょっと前後してるけど。あら、降りてないよ。スナッパイさん上ですか、下ですか。あと、停電中、夏目先生とアーカイブでずっと資料整理したい。なかなか、ザッカルでエレキ聞いた。ごめんなさい、スナパさん。自分的にはずっとって感覚はなくて。ああ、了解了解。後半に来たみたいな感覚なんで、ずっとは言えない。ああ、でもその前にシャワーの、はい、あの左の配線やってたし。なんで行かなかったって言ってたし。あんまり生き残る意識がないのかな。そこに重なってる俺。かなりの人と、いたいた。かなりの人を見て、うん、赤メタさんも見たし、いた中野アルマセンターはエレキからメイン、エレキにいたし。あ、そうなんだ。うん、これ最後に白取れる人って白なんじゃないですかね。マシャカリさんもそこら付近にいて。いたいたいた。うん、いた。
僕がタオル助けてる時に最後までいたのが夏目先生で、夏目先生がアーカイブ停電中に上に上がって、僕が左側の証拠を着直し行ってサントスさんと勝ち合って、周りが甘くなるかもしれない、うん、夏目先生が右側貨物行って直したのかなと思ったけど、アーカイブで作業やってたんだったら、うん、まあ、結構白目になるかな。夏目先生後半上の方から触ってたでしょ。あ、それも見てる。そこからの死人夏目。うん、うん、僕の目線だとスナパイさんは確実に下行ってますね。その多分最初に何だっけな、マシャスナ、いやーま、ね、ごめんなさい、マシャスナ赤メタの順番忘れちゃったんですけど、その3人は下行ってる。いや、行ってないのよ。3人ともそこら辺周辺だから。これやばくないですか。なんか誰かボタン押してください。直すわ。スナパイさんの視点を整理してスナパイさんと誰かの対抗にしたい。あの自分的にはマシャカリかな。あ、俺今マシャカリに投票した。いや。いやん。アマンガスあるあるなんだよ。びっくりした。人外びっくりした言いがち。あれ誰がびっくりしたって言ったんしたっけ。マシャカリさん。ああもうあるあるだ。そう。僕も言っちゃう、殺されるかと思ったとか言っちゃう。 AG03 のおすすめのスタンドないですか。マイクスタンド、まあ、マイクスタンドでもなんでもあのミキサー置く。あー邪魔だよね。俺は殺されんの。あ、なんだろうな、とりあえず安倍さんがタオルタスクをやっているときに、うん、俺はアーカイブからシャワー室に入っているんだけど、その時すでにシャワーで配線をやっている夏目先生に重なって配線をやっているのね。ほう、うん、やってましたね、うん、間違いないです、でそれは、うん、はい、で停電が入ってからは俺ずっとアーカイブにいるの。まあそこはじゃあ停電で僕が見間違いか。それを下に降りたら嘘だ。証明はできます、うん、後半ぐらいに G03 僕がおすすめしたのあったっけな、あの、うん、まあそれでもいい。俺が夏目先生は多分今回の経験に関わらないことを証明できる。夏目先生関わらないんだったらスナパイさんとマシャサカリさんのローラーでいいと思う。マシャサカリ、あ、まあ、南はあのローラー対象には入ると思うんですけど、南は役持ちです。バイタルにいて電気にいたんですけど、電気にいたんですけど、その時はアルマさんもセンターさんも見ていない。ただ右側にしか、右側しか見てないので左側で死んでたらわかんないですって。あ、エレパンはどんな感じですか。 LG さんとパンクは、LG は、宿舎前脇、金庫でダウンロードと磨きで、その後ずっとミーティングで、パンクは、エンジン側から上がってきて金庫入ってから最後はミーティングだから最後だけは見合ってます。てかエンジン側から入ってきてんだったらそこ2人も歩くない。先端さんとアルマ君が左行ってる。全然違う。停電始まったタイミングでもうミーティングにいました。で、最後あのLG さんが左に行ったんで、ミーティングのはしご上だけ切るが可能だと思ってます。え、ボタンにいるけどずっと俺、まあいいや。いや、絶対違う。左から上に上がった。じゃあ分かりました。でも全然、薄いんで多分そっちでローラー。そっちらしい。はい。え、俺とドーラ誰になるのじゃあ対象。俺でしょ。うん。それとも役ないっすか。僕役ない。ないよ。なるほど。スナパイさんなんだ、相手はじゃあ。わかんない。俺って言ってんのは阿部くんだけど。スナパイさんって、うんうん、配線助けあった後どういう行動でした。アーカイブの中でずっと下には降りてないですか。うん、配線より下に降りてない。先生これ投票合わせた方がいいと思うんですけど、役持ちの方からしてほしい。これマジか。役持ってるかどうかも聞いた方がいい。スナパイさん、あごめん、どっち。いや僕が正直ね対抗わかんないんだけど、ね、スナパイさんになっちゃうのこれ。うん、マシャカリさん驚いてた新ポスターだよ。あーごめん、今のマシャカリの一言でマシャカリに入れちゃってます自分は。あーマジか。対抗1って結構もう精査つけないといけないから、マシャカリさんですね。うん、いやーきつー、ケイさん集まっちまったな。きつー、あんなにポスターあるある。でも若干死んでるから、うん、そうっす。あ、そうなんだ、残念でしたね、インポスター戦。どんまいどんまいどまどま、僕を殺すから悪いんだよ。そこじゃ来るなんだ。なんかエレキめっちゃ人いたから大丈夫かなみたいな。そうついてったら殺されちゃった。お、バグった。あ、治った。よかった。エレキさん死んでる。マシャカリさんです、うん、マシャカリさんです、ね、うわーこれすげえな。でもマシャカリさんです、ね、しかもまあ、マシャカリさんなんです、ね、能力使ってないからな。これすげー。
うわー、いいお土産だ。えぐいなぁ。えぐい。これもう一人多分サントスさんかなって僕目線思ってます。お。いやーこれ。これマシャーさんが2キル違う？いや違うと思います。あ、わかりました。え、マシャーさんあれじゃないの？バウンティーで彼に決めたパターンじゃない？オッケー、それはないわ。マシャカリずっと左に行って、夏目上下してて、はい、マシャカリが切ったところを見てるんで。はい、LG さんのマシャカリさん。え、これベイトって、あれ、てか。あ、いいっすか、パン君。ちょっと落ち着いてね。ちょっと落ち着いてね、パン君。いや、大丈夫ですよ。パン君の主張は分かってます。パン君ミーティングにいましたよね。はい。南風さんは上下してたんで、うん、10視点弾けるから、はい、マシャカリさんとサントスさんでいいと思います。サンデスさん、能力使ってアベレージも死んでるわ、そういえば。リアクターならさ勝ちじゃね。そう、アベレージさんが多分右でし、ああ失敗した。え、これ誤爆じゃないですか、これはね、うん、え、か終わりじゃね、これ誤爆おそらくこれ何勝負しに行った。OK、終わっちゃった。惜しい。あとですなぁ。夏目やった夏目やった夏目先生これ夏目くんジャッカルなんだ。惜しいなぁ、今の。いやぁ、そう。夏目先生。この瞬間勝ちだ。いや、夏目先生、表でメイヤースキレまして。いやぁ、サントさん、ごめんなさい。そう、危ねえって思ったね。そうだ、表でメイヤースキレた時があって、その夏目先生。ああ、そう、俺のメイヤースキレちゃったって言ったってやつ、そうそう。まあでも、しょうがない、しょうがない。ごめんね、あのフーさんが役持ちっつったから、パン君か夏目先生のクルーチどっちかが悩んだんだけど、いや、いいよ、めっちゃ惜しかった、これ楽しかった、すごい。いや、いいもん見れました、最後。うん、やってないよな、フェイクだったけど、投票しないといけないのか、メイヤ。いや、バウンティハンター初めて決まった。ナマイさん、ごめんなさい。いいなやん。今日なんか、ちょっとそっち系多いな。おねえ多いな。おねえ多いな。僕の遺言ちゃんと聞いてほしかったな。びっくりしたってジンが言いがち。はい、そうで。いや、当たってんだよ。そう、びっくりしたんだよ。僕もめっちゃ言うもん。キルされるかと思ったとか言ってる時、僕絶対インポスターなんだよ、その時。あれ、白っこい演技ってことね。白っこい。白っこい。そうね。いやー、メイヤーかー。いや、まあでも、まあ、いや、いや、もう、うん、勝ちに手は。うん、いやー、あれはね、ほぼ負け。ほぼ負け。あー、停電だ。ジャッカルなしでよくあそこまで頑張ってたな。いや、アルマ君結構ジャッカルって死んじゃうよね、今日。いや、僕、サントスさん来るだと思って追いかけ回してたら、サントスさん来るだと思って。寄るなーって。あるあるだね。エレキで死んでるの？どこで死んでるの？エレキ。クロちゃんの一マス下くらいで死んでる。センタンも？センタンも？メイン左。あ、メイン、あ、そこまで。メイン左。アカメタさんはシャワー？僕はシャワーですね。おー、だからはじめる3キルめっちゃ良かったんだよねー。ねえ、めっちゃ良かった。すごい。うん。うわー。いやー、分かんなかった。砂場さん申し訳ない。もう申し訳ない。申し訳ない。殴ってください、一回。俺が殴ってください。ちょっと今から夏目先生の白拾えなかった。夏目先生もやばい位置だから。そうっすよね。分かん、そう。いやー、でもな。やべ、よかったな。アベレージ、こっち来い。ぶん殴ってやる。ダメだ、お前。アベレージ、こっち来い。返り討ちにするぞ。上まで来い。こっち来い。マシャが攻めか。アベレージ、こっち来い。マシャ攻め。まあ、バナナのスキンやしな。はい、次行きましょう。はい、お願いします。はい、次行きましょう。シュ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 。